久保さん。いや、確かにですね。コミュニケーション。確かにですね。まあ僕は一番最初、その、リアルでね、バックエンド売っていく、セミナーしていく、これが一番制約率が高いっていうところで、あの、セミナーやってたんですよ。で、ずっとやってました。まあ久保さんも対面のセミナー相当やったと思うんですけど、で、対面クロージングも相当やったんですけど、特にその高額な商品ですよね。100万とかの商品をウェブだけで売るっていうのは、まあ結構至難の技なんですよ。 うん、だけど、僕結構、まあ、久保さんも今そうだと思いますけど、まあ、あれから5年経ちまして、結構やり込んできた結果、あの、対面しなくても売れますね。<laughs> 対面しなくても。てかまあ、そのコロナになってからセミナー全くやらなくなって、もう1年、2年ぐらいか。全くやってないんですよ、セミナー。リアルセミナー。だけど、売り上げ上がってるんですよ。 うんだから、まあ、まあスキルが上がってきたのかなっていう別に対面じゃなくても対面でクロージングしなくても別にそのネット、まあ、まあ相手は僕の顔知ってるけど僕は相手の顔知らないんですよだけどそれでもメッセージがしっかり伝わってあの吉谷さんならっていうところで買っていただく方がすげえ増えましたね、まあ、これはまあなんだろうな実際にリアルではあってないけどもネットを通して見えるところをめちゃめちゃ出してるので。 この久保さんとのやり取りもそうですよね。その動画の内容を云々じゃなくて、ここまでやっているという行動を見せてるので、まあそこに信頼が生まれたりとか、まあ僕は YouTube チャンネルも2万本以上アップしてますけど、まあ2万本以上アップロードできる人はまあまあいないので、そこに対しての行動に対しての信用がついたりとか、だか今はもうセミナーやんなくてもいいなっていう <laughs>。 まあちょっとコロナがね、本当に全部完全落ち着いたらまだ47都道府県セミナー途中で終わっちゃってるので、まあそれは終わらしたいなと思うんですよね。20都道府県ぐらいセミナーやったんですけど、やってないとこあるんでそこはちょっとやろうかなとは思ってますけど。うん。そう。でもね、やんなくても <laughs>、ちょっと正直めんどくさいんですよね <laughs>。もう年も取ったし。うん。だからその出版したときに、 出版記念で47都道府県回るぞみたいなのやってたんですけどもう出版から5年経って途中中2年ぐらいですか、あのー、コロナあったしっていううんうんだからまあ結論も信頼関係っていうのは合わなくても別に作れるし高額な商品もネット上で売れますよただこれは相当やり込まないとまあ無理ですよね うん、だからスキルがない状態はやっぱりその高額な商品を売っていくんだったらリアルセミナーやった方がいいと思いますね。もう間違いなく。うん。やっぱ制約率はそっちの方が高いと思います。僕も今多分リアルでセミナーやったら多分そっちの方が制約率は高いと思いますよ。ただ別にその、なんだあ、ウェブで売っていくだけの利益でも全然飯食えるんで。うん。そう。だから電話もしないし、ズームもしないし、 Zoom で顔見てクロージングとかもしないし、もう本当に、ただ一方的にワンツー動画を送るだけですね、僕ね。<laughs> そう。もうそれだけで大丈夫なんで。うん、まあ、それはつつ、うん、積もってきたなっていうのは最近感じますけどね。やってきてよかったなっていう。うん。だからなんだろうな。うん。正しい行い違うかな。 地道のその先とか、地道、地道、地道の貼り方にしましょうか。いってらっしゃい。